今日が2月5日の午後4時過ぎたところですね。今日はせっかく、遠くまで来たんですが、今日統一日報の一面に、記事に載っている、今実は韓国でムン・ジェイン大統領が大変な危機に直面しているんですね。指名総火というんですか、毎日ムン・ジェインが悪夢と思われるような事件事故が連続して起きます。特に先週、ちょうど1週間前にソウルの中央、地裁でムン・ジェインの一番の側近のキム・ギョンスという、まだ50代の今경상남도知事の、ムン・ジェインの本当の側近の中の側近が裁判で懲役2年が言い渡されました。これは実は彼の犯罪はこの前のパク・クネ大統領2年前の弾劾と、その後の大統領補欠選挙の時、このキム・ギョンスがインターネットの、またSNS 携帯電話などのいろんなコメント、要するに世論操作工作をやったんですね。彼がやったのは今明らかになっただけで、今起訴されたのは8800万回。専門家たちはこれは氷山の一角で、多分10倍以上の世論操作をやったということですね。というのは、今韓国の当時有権者が4300万ぐらいですか、有権者、全有権者ですよ、投票者じゃなくて、有権者一人が、例えばムン・ジェイン側、ムン・ジェイン陣営のこのキム・ギョンスが指揮した世論工作の無意識的な、何でしょう、洗脳、催眠、煽動にさらされたのが、少なくとも一人当たり有権者2回からもしかしたら15回20回の煽動にさらされたという計算になりますが、これが法廷で有罪になりました。それで懲役2年で、法廷でそのまま彼は刑務所に移送されたんですが、これは法律的にいろんなこれから問題があると思うんですが、文人に対しての有罪宣告と同じですね。文人に対してのこれは有罪宣告です。というのは、裁判でこの、キンクラブとか、このインターネット操作のための最強のコンピュータープログラムを利用した、その主犯の、金永文というんですが、彼のニックネームがトゥルーキングというんですが、裁判所でトゥルーキング、主犯のトゥルーキングと、このムン・ジェインの最側近のキム・ギョンスは共同正犯と言った、完璧な共犯というふうな裁判の判断が下されて、問題は彼がこれをムン・ジェインに報告したかどうかなんですが、これはもう間違いなくムン・ジェインに報告したというのが、もう巷ではみんなそう思ってるんですね。当時彼のキム・ギョンスの役割が、任務が、ムン・ジェインの大統領キャンプで広報、政務宣伝など、広報のムン・ジェインを追放することまで全部一人で彼が責任者だったんですから。それからこのトゥルーキングのグループがムン・ジェインを支援するために作った選挙運動の組織があったんですが、경인선というんですが、これは経済も人が優先だという意味の、韓国語でそうなるんですが、問題はムン・ジェインの今奥さん、妻の金正淑氏が大きな遊説のところで、たくさんの支持者の前で自分が경인선のところに行きましょうと、だからトゥルーキングのグループのそこにも自分が挨拶に行かないといけない、ただ
あの秘書たちは次のスケジュールが迫っているんですから、今日はやめてそのまま移動しましょうというのに、文在寅の妻の金正淑はダメだと、경인성へ行かないとダメだと、경인성へ行こう行こうというのがたまたま偶然に動画で撮影されて、これが YouTube で流れてるんです。つまりこのどうしようもない選挙制度の破壊という全体主義的な、この、まあ、朴槿惠弾劾は要するに民主、まあ、彼らはろうそく革命というんですが、クーデターの全体主義的な世論工作に大統領、後に大統領夫人になる金正淑氏が直接自分たちとの関係を証明してしまった。その場へ行って一緒にいる場面までが全部実は YouTube に流れてるんですね。つまりこのことは、まあ、日本に例えれば、俺まあ良い例えではないんですが、安倍総理の盛りかけとかあるんじゃないですか。その盛りかけスキャンダルの、まあ、いわば1億倍ぐらいの立ちの悪い、これはもう犯罪ですから、法廷で。その上、あの、まあ、金正淑は、なぜ問題なの、2つの、まあ、そういうコンピューターなどを通じて、韓国で一番大きなポータルサイト、皆さんもおなじみのこの LINE のネイバーというのがあるんですが、そのポータルサイトを利用して、全国民を洗脳、洗脳という、したという犯罪ですから、二重の犯罪ですね、その業務妨害と選挙法違反と。それからもう一つは、彼がその自分たちの文在寅のために尽くした彼に対しての何ですか、選挙後のあの見返りとしてポストを約束するんです。例えば最初は知られているのは中日韓国大使か、それとも少なくとも中大阪総領事のポストをよこせと。いやでもそれは他のものに戦利品としてもう割り当てられていたんですから、東北の中仙台総領事はどうだの、なんとか取り置きをしたんですね。じゃあ取り置きをしたのが、全ての証拠が完全に上がってしまった。ただこれは実はこれが去年の正月に発覚したんですが、彼らが2年半前からずっと去年までやった。それがなぜ発覚したのかといえば、そういう取引で、じゃあ文在寅側が、金正淑が彼らのあの世論工作をやったドゥルキンググループを裏切ったんですね。結局こちらが要求したあの、まあ、ポストも提供しなかったし、だから彼らが、まあ、用済みだと、捨てられたと思って彼らが怒って、昨年の평창동계올림픽의도기문재인가와니김경수니이드루킹고노그룹가오마이라가와타시다치오바카니스레바곤도와지분다치노치카라데문재인세경오다메지와테루아타헤루쯔부스소노치카라오미세루토유고사코갸코노고사코야리하지메마시다자소레가나제だから誰も知らなかったですね、この隠密な世紀のこの暴力工作が。それを今、あの与党の、まあ、共に民主党ですか、ドブロ民主党、まあ、去年の、昨年の、党代表のチュウミエという、秋の美しい、まあ、愛という字を書くんですが、この与党の代表が、この悪質な世論工作が右派が文在寅政権に対して行うものだと錯覚して、これを警察に訴えたんです。だから周明も今の与党の最高幹部すらも知らなかったこの隠密な最高秘密の工作を、与党の代表が警察に捜査しない人を告発したんですから、警察がこれを調べざるを得ない、捜査せざるを得ない、やって対応してみたら、これが全部
今共に民主党の党員で、これは実は文在寅側だということが分かって、警察が慌ててこれを隠蔽しようとしたんですね。隠蔽しようとしたら、今の、まあ、与党中名側はますます怒って、ちゃんとやりなさいとまた圧力を加えた。それでみんながこれはどうも変だということで、徐々に真相が知られ始めたら、このどうしようもない、多分この SNS の新しいニューメディア時代で選挙の結果を左右するくらいのこういう世論工作が実際バレて法廷で裁かれたのは、まあ、スノードンがアメリカの NSA の、まあ、そういう情報工作を、まあ、告発したんですが、そうじゃなくて選挙でこういうのが遅れたのが明らかになったのは、多分人類歴史上初めてじゃないかと。これは例えばこれから他の国でもこのニューメディアを利用した選挙戦の場合は、どういう恐ろしい陰謀、どういうとんでもない工作ができるのかということで、世界的な研究対象になるんじゃないかと思うんです。ただここで、まあ、最後に一言申し上げたいのは、彼が本当は今、彼らが朴槿惠政権の時、あの国家上院がコメント作戦をやったのを何とかして、まあ、朴槿惠政権の国家情報委員長を、今あの8800万回の、 あの、まあ、コメント作戦をやった、それの300分の1の規模の、それももちろん選挙関与ではないんですが、無理やりにその履歴を聞かせて4年懲役を言い渡したんですね。今の朴槿惠政権、自分たちの政敵の側には。なのにこれが裁判でわずか2年の懲役なのに、今共に民主党や文在寅政権は司法弾劾すると、金正恩に有罪を言い渡すとはけしからんという、ろうそく勢力、韓国で一番最強の戦闘的な民主労総という組合があるんですが、まあ、彼ら自分たちが8万とか100万とか言ってるんですが、総動員令を出しました。それで自分たちの文在寅政権に逆らう者は、それが政治家でもメディアでも裁判所でも全部自分たちの手で、まあ、赤配生産粛清するということを彼らは今組織的に動き始めたので、これで今韓国はこれを許すのか、これに対して国民一般が立ち上がって戦うのかの本当の、まあ、韓国の関ヶ原合戦みたいな最大の衝突がこれから始まろうとしています。ちょっといろいろ分かりにくい話なんですが、そういうことが実際隣国の韓国で今起きております。以上です。